長野市チャウス山恐竜公園は長野県長野市篠野井のチャウス山にある公園である。社団法人長野市開発公社が指定管理者として運営している。チャウス山地滑り跡地を整備したチャウス山自然植物園内にある日本で初めての恐竜公園である。恐竜を中心とした世界中の代表的な古生物の FRP 性。 実物大模型を設置しているのが特徴である。恐竜公園を含むチャウス山自然植物園は、長野市政志向80周年記念事業として、ジスベリア土地に、長野市チャウス山動物園などと一体的に整備された。恐竜というテーマが選ばれたのは、46ヘクタールにも及ぶジスベリア土地の荒廃した、日日常的光景にふさわしいためだという。入園は無料。 積雪のため陶器は閉鎖される。長野市南西部にある、チャウス山は地滑りで有名である。現在、土砂の動きは止まっているが長い間止まらずそこにあった、リンゴ畑が流されたり、一部の家屋が被害を受ける、などで、地元だけではなく、全国に知られる存在となった。そのため土砂がそれ以上土砂が崩れないよう、また移動が激しくなっても山の真下の集落が、 潰されない要件ではその対策に当たった。その結果、固い岩盤と土砂の間に、地下水が入り込むのが原因で土砂が滑るということが、分かったため、必死に土手を築いたり、水抜き井戸を掘った結果地滑りが収まったのである。しかし、地滑りは収まったがその跡地が荒れ放題になっていることに、長野市は心を痛めたのである。地滑りが原因でリンゴ畑を失った、地元民の嘆き、 悲しみが大きかった意見を聞きこのアレ地をどうすれば生かすことができるか、長野市に課せられた大きな課題だった。そしてそこに市民が親しめる植物園を作る計画が企画されたのである。植物園の企画、実践、指揮を務めたのは、元長野市役所の生活部長をしていた、小島武彦が担当していた。ある日、小島は茶臼山に恐竜がいる幻想を見る。 その場所に恐竜はどうなのかと思うが日に日に思いが強くなり、会議で恐竜を並べることを提案する。恐怖心を煽り立てるフィクションの怪獣とは違い、恐竜は地球の長い歴史の中に存在した生物。それらを家族連れなどで来て体験し、人類の誕生や地球の未来について考えるきっかけを作る狙いもある。突飛なアイデアに反対する人が多い。 中最終的にはその熱い思いに市長が首を縦に、振り実現することとなった。しかし、場所は地滑り地帯なので、コンクリートの基礎を作ってはいけない。試行錯誤した結果、イカダ組の鉄骨の土台を発案し、H コ組の長い土台を作れば、全長10メートルと言わず、それ以上の恐竜の設置が可能となった。そして、恐竜の銅像もガラス繊維が20%入った。 強化プラスチックにし、中に鉄骨を入れることにより、風速30メートルから35メートルにも耐えられるようにした。このようにして、恐竜の設置が可能になったのである。当時は、実物大の恐竜を作る前例が皆無だった。制作を引き受けた、日東商事は主に、博物館の模型を作る業者だったが、前例がない恐竜を作ることに試行錯誤を重ねた。実施側は、 東京で制作が始まると何回も状況をして、打ち合わせ、注文を行った。そして、特に恐竜の色は、生き物らしい工夫を求めた。1980年5月前年から制作していた、恐竜15体の模型が完成した。公職紙に部品を保管しつつ、茶ス山での組み立てが始まった。実施側は、作業を通して、作業員と意見が食い違うことも多々あった。特に、 色彩をつけていく段階で作業は難航した。筋肉の伸縮とそれに伴う色の変化を出すことが予想以上に困難だったためだ。そこで長野市外から通ってきている職員からイモリをもらって研究を進めた。動く時の肩や足の付け根の筋肉の動き、色の変化を記録した。その他様々な生き物を参考にして恐竜は作られていった。例えば、 ステゴサウルスを製作、着彩する際は、亀の首のシワをモデルにした。観察結果に基づく考えは、ほかケ流のアロサウルスといったものにも生かされた。悪戦苦闘の末、恐竜関係の作業が完了したのは7月に入ってからだった。本格的なオープンは、同年の7月27日と決まっていた。そのため家族連れが来ることを意識したアズマヤを設置することになった。 しかし、チャウスさんは、斜面のため、ごく当たり前に建てると日陰になる面積が狭くなる。屋根や地面がどれだけの角度を保っていれば、対象が長く、日陰にいられるかが課題だった。そこで、小さな斜面を作り、太陽の動き、影の関係を調査、記録して、設計に持ち込んだ。1980年7月27日オープンに、伴い、長野駅発の送迎バスが、 運行開始した。1981年さらに8体の恐竜が制作された。恐竜公園としての名称も定着した。以下の22種26体の遊具を兼ねた実物大模型が生息時代別に配置されている。最大のものは11ディプロドックスで L イコール25メートル、H イコール10メートル、W イコール4メートル。公園の説明では、 恐竜以外の古生物も恐竜として扱われていることがある。建造が1970年代で大幅な改装もしていないので、現在の科学交渉とは異なる復元である。ありがとうございます。